かです。あお。暴れます。今アナが餌を持ってるんですよ。餌をあげてるんです。噛んでますそうなんです。こんばんは皆さん。ちょっと昨日ね夜やってないんですけど、今日から広島にちょっと帰っているということで、まあそのお仕事としてというかそういう感じで、まあ、帰ることが少しだけできてます。そうでもやっぱりこうそのコロナにまだまだそういう期間なので、そう人と会ったりがやっぱできなくて、友達とそう誰も会ってないんですけど、そうだからおじいちゃんおばあちゃんとかにも行けてなくて、だからまあ行かないんですけど、そうなんですけど、まああと CD ショップ、そう双葉図書さんにも、広島府中のにもあのパネル展をしていただいているのでお邪魔して、サインとかを書かせていただきました。なので少しだけ、すごい久々なんですけど1月かな、そう1月から帰ってなかったので、そう久々に帰ってきました。そうだから友達とかもすごい連絡くれてて、私が広島に帰るっていうのを言ってなかったので、そうあの帰ってきてるのっていう風にそう LINE とか結構今くれてたりするんですけどね、そうひっそりと生きていますそうはいでも来て来て来て、よいしょ。なんかでもね毛をね切っちゃってね、ちょっとねなんかトイプードルっぽくなくなっちゃったんだよね。ほかです。多分電気で眩しいんだな、ここ。電気で眩しい。今日その CD ショップに行かせていただいたんですけど、そうでもソレイユ、元ソレイユみたいなっていうショッピングモール、イオンモールなんですけど、そこでね握手会をしてるところじゃないんですよいつも。ですっごい久々に行ったんですね。そしたらめちゃめちゃ変わってたんですよ、その店舗とかめっちゃ大きいんですけど、中がめっちゃ変わってて、そうそれでなんかその双葉図書さんに行くの道ももう分かんなくなっちゃって、そうそれでスタッフさんに多分右行って左ですよみたいな、なんかそのお店多分あっち側のこっちですとかって言ったのに真逆の方向だったんですよ地図見たら、うん、あのその何イオンモールの中の地図見たら真逆ではい真逆でしたすいません。そうでもあのそっち側に行く前に地図見て判断したから大丈夫だったんだけど、そう真逆でしたっていうぐらい変わってて分からなかった。そうじゃあちょっと今日はモカちゃんをもうさよならしたいと思う。最後に最後もう一回掃除をさせてさよなら。あ動きすぎる。はいではモカでした。みんなバイバーイ。はい、ということでちょっともかちゃんバイバイしてきます。はい、どうぞ。さよなら。
さよなら。はい、さよならしてきました。はい、そう、さよならしてきました。そんな感じですかね。なんか本当にあのね、今日言った、それ言うじゃ、それ言ってもう言わなくなっちゃったんだけど、それ言って言っちゃうんだよね。それ言って、そのなんだろう、めっちゃ言ってたんですよ昔から、ほんまにちっちゃい頃からね。イベントとかもしたことあって、ステージとかも出たことあったしとか、そう、それでね、それ言って言っちゃうの分かるですよね。そう、それでね、めっちゃエモかった、懐かしかった。そう、なんか今日めっちゃテカって見えません？めっちゃテカって見えませんか？電気をつけたらね、テカって見えちゃってるんだよね。電気消したら暗いんだよねっていう、ちょっとやだな、消してみよう。暗くないですか？暗いですよね。電気をつける場所が悪いのかな。おお。おお。おお。影がすごい。影がすごいですね。もっと眩しい。まあ、いっか。まあ、いっか。これでいっか。そう、ちょっとテカってみる。だって今押さえたばっかなのに、始まる1分前に。まあいいや。そんな感じです。なのでまあ広島に帰ってきて何するって言われたら、ちょっと何もできないし、なんかもう写真とかも撮らないからなんかいつもだったら広島帰ったらカープ見に行って、でなんかまあ宮島行ったり尾道行ったりとか、まあいろいろね行ってたんですけど、ちょっと今はできないし、消した方がいい？本当？暗くないですか？暗いよね。でも目にはこっちの方が優しいな。分かった、これで近寄ればいいんじゃねえ説。近寄ったらちょっと明るくないですか？このぐらいはどうですか？良くないですか？これで、これぐらいがいいかもしれない。はい、まあそれでなんだっけなんだっけ、そう、あ、そうだからそういうとこにさ行けたりしないから悲しいんですけど、でもやっぱりしょうがないので、今はこうやって少しでも家に、実家に帰れたことが嬉しいです。本当に半年ぶりぐらいなので、でまあ次ね、いつ帰れるかもわからないので、そう、アクターズにも行ってないです。本当にどこにも行ってない。そう、 CD ショップとかしかね、行ってないんですけど、今はもうしょうがないと思うのでね、お家にこうやっていまーす。そうそう、でも地元の CM 見てて、なんかね、知らない CM があってショックだった。ちょっと、え、待って、この CM は知らんなんだけどってなってショックでした。そうだけど、なんか今家に帰ってきて、まあやることって言ってもさ、そんなにないじゃないですか、外に出なかったら。そう、だけんなんかあれなんですよね、昔のスクールの時代の DVD とかを、なんか鑑賞会を家族でしてました。懐かしいねって言いながら見てました。そう、今日目がめっちゃ乾燥する。最近めっちゃ懐かしいって言いながら、昔の DVD を、自分が歌って踊ってる DVD を見ながら、なんか
めっちゃなんかめっちゃこの人自分ガリガリやんとか言いながらちっちゃ自分とか言いながら、誰々と同じ年なのに自分超ちっちゃいじゃんとか言いながら見てました。あとはなんか部屋にあるその何料理の学校に行ってたから、結構ね教科書みたいなのがあって、それ持って帰ろうかなって思ったりして探してたり、そういうことをしてます。そういうことをまあ今日しました、帰ってきてから。そう、そんな感じかな。そうで、まあメンバーもねみんななんか広島に行ってること知ってるんだけど、結構 LINE はしてて、そうめっちゃみんなと、うん、そう結構、まあ、何人かと LINE してるんだけど、みんなすごいやんに広島でこうなんかいろいろマネージャーさんとかもメンバーとかもみんなモカに癒されてきてねとか、ゆっくりしてきてねってすごい言ってくれて、めっちゃ優しいです。そうあのゆっくりしてきて、何も考えず楽しんでくるんだよってすごいみんなが言ってくれるの、可愛いでしょ、みんな優しい。いってらっしゃいって、今広島でしょって、そうさっきも LINE しててメンバーと、優しい。そう今日ピンヤンかけるあんまいの写真出したの、めっちゃ良くないあの写真、言ってたんではないですか、私が雪山の写真がめっちゃいいのが撮れたから楽しみしててっていう風に言ってて、そうそれです、あの写真たちです、禁煙かけあんまいで写真を撮りました。めっちゃいいくないあれ、青春、青春、青春じゃないかな、青春ってなんかどうな、わかんない、青春青春です。そうインスタにも載せたけど、ツイッターには別のショットも載せました。そうスキーウェアの写真を他にもあるのでまた載せるので、インスタとかツイッターとかどっちにも載せるので待っててください。そうでもなんか最近思うのが、こうマスクで写真を撮ることとかがやっぱ増えたんですね。それでこうマスクを撮って写真を、マスクをして写真を撮るっていうことがなんかあんまりわからないないから普段、そうだからさ最近マスクして写真撮るのに慣れてなさすぎて表情がわからないんですよね。それを今日言ってたら確かにそうだよねってスタッフさんと話してて、そうなんかここが隠れてる状態でなんかねそう表情がわかんない。あユニクロのマスクね気になる。そういやメイクそうでも今日はしてたんですけど、でもずっともう一回も外してないから、そうメイクしてたけど外してない。確かにでもみんなね広島でマスクとかしてるし、そう目しか出ない。1058日、今日ね久々に携帯からやってるの、 iPad 持って帰ったんだけど携帯からやってる。本当に聞いてください。昨日更新されたイコノエチャンネル皆さん見てくれましたか？私とサナとキアラとノンノの4人なんですけど、もうね爆笑しすぎて本当にやばい。なんかなんだろうなそのあれを撮影した時もめっちゃ笑ったんですよ。でも本当に爆笑してて、素で爆笑してて、しかもねなんか青汁が本当に苦くて、なんかあれ私1回か2回しか私多分飲んでなかったけど、あれ合計私4回飲んでるんですよ。そう
私確かあの日青汁4回飲まされたんですよ。なんか1回目はほんまになんかカメラも多分回ってないぐらいで確か飲んだんですよ。そう、それでなんか試しでなんか飲んでみてみたいな、飲んでみるみたいになって飲まされたんですよ私。それで本当に苦くて、なんか本当にマジで私センブリより苦かった。センブリを全あの私的には超えました。なんかなんだろう、苦いだけじゃなくて私があんまり得意とする味じゃなくって、そう本当に苦くて、なんか本当にリバースしちゃいそうになるぐらい本当にやばかったんですよ。で私鳥肌もだったし、そう本当にね苦手で、私4回ぐらい飲んだのに2回ぐらいしか飲んでないことになってて、もう本当にでも本当に苦かったんですよ。そうだからマジであれ嘘じゃなくて本気で私は苦手でした。多分、まあ、苦いっていうか苦手だった私が。そうだから、まあ、意外にそんな苦くないよとか言う人もいるかもしれないんですけど、私は本当に苦手な結構味だったかもしれない。本当になんかね、今でもなんとなく味を思い出しちゃうんだけど本当に嫌だった。私センブリと青汁だったらセンブリ飲みます。絶対どっちか飲まないといけないって言われたら。でもセンブリもほんまに結構なんか多分今は最近センブリを飲んでないからセンブリの苦さを忘れてるだけで、多分飲んだらうわ苦ってなるんですけど、でもなんか結構青汁の印象が今強くてちょっとね苦かった。しかも多分あれなんか本当の特にね、絶対ね水をね多めじゃないんですよ。あれ絶対分量より少なめに入れてて、だって色がマジで濃いし、なんか下に溜まったりなんかすごいちょっとドロドロもしてるしで、なんかね普通の青汁とまた違うと思う。なんか飲みやすいとかって青汁言うじゃないですか。なんかそういうあれじゃない、多分ちょっと違うバラエティー用というか、そうそんな感じでした。だから本気です、あれ私本気のリアクションです。はい、本気、本当にしんどかったな。そうでもなんか私がなんかホッチキス3枚だったんですよ。みんなホッチキス3枚なんか3枚の紙だったんですよ。みんな1枚なのに私だけ3枚渡されてめっちゃ長いんですよ。で私普通に読んでんのになんか隣で3人がもうすっごい笑ってるんですよ私が読んでる時に。でもなんかなんで笑ってるのか私全然分からなかったんですよ。シュワルツネッガーみたいな言ってて、あれわかんない、なんかそんなこと言ってて、でも自分が間違ってることに気づいてないし、シェアショースさんのとこもなんか間違ってるって自分で思ってなかったし、あんまりで、なんか神アニメのことはなんかカニアニメみたいな言い方に言ってました。カニアニメってなんか神アニメがカニアニメに聞こえたらしくて、メンバーがそれでもずっと笑ってて、もうなんかおかしくなっちゃうぐらい3人が笑ってて、でも私全然なんか普通に読めてるってすごい思ってて、そうシェア少佐、そうなんかそれでもうなんかもうやばかったそうで、なんか他のメンバーがやってる時も私たちもめっちゃ爆笑してて、だからもうとりあえずあの何収録撮影の時にも爆笑しすぎて、メンバーでもうやばかった。なんか今まででここ最近で一番爆笑したかもねって言ってたぐらい4人で超爆笑してて、そう、あシャー少佐、少佐かシャー少佐、シェア少佐じゃなかった。そうだからまあでもなんかでも私的にはこう自分たちだけが面白いのかなって思ってたから、そうよかった。うん、でもすごい楽しくて、最初ねなんか何それ、朗読ゲームみたいないう風にあったのかな最初は。それで何するんだろうみたいなってたら、まさかの原稿読みでした。そうでもなんかいろんなことに本当に挑戦したくて、別になんかやりたくないこととかは正直そこまでなくて、そうなんか
まあ正直虫とかは好きじゃないし嫌いだし、まあでも鳥が本当にちょっと苦手なんですけど、私は鳥類がなんですけど、それ以外は何でもやってみたいので、そうなんか興味ないことでもなんかやってみたくて、そう意外にやったら楽しかったってこともあるだろうし、なんかプラスにはなんない時もあるかもしれないけど、マイナスには絶対なんないだろうし、まあプラスになることだってあるだろうから、そうまあなんか何でもやってみたいなと思って、なんかいろいろやって楽しいです最近は。そういう YouTube とかでいろんな企画ができて、やだ暗記のやつはちょっといいやいいや。雪山で魚の丸焼き食べた。最近で一番もらった動画だった。おー嬉しい、そう言っていただけて嬉しいですね。そうでもすごいね、結構更新頻度も上げてくださってて、そういっぱいいろいろと企画とかね考えてくださったり編集してくださって感謝ですね。でもそれぞれのメンバーをフューチャーした回だったり、その子の特技だったりを生かした回だったり、この子の個性が出るようなとかいろいろ、私も今まで何に参加したかな、自分のやつと自分のカープの企画と、まあ、あと全員企画と、あとなんだろう、マイカのラジオとか、あと何に参加した、今回の原稿読みとか私服当てゲームとか、あと何に私参加したか、そんぐらいかな今。あと何があったっけな、そんぐらいかな。私服当ては面白かった。私はそう私服当ては普通にもまたやりたいなって思ったし、原稿読みも楽しかったし、まあでもそんぐらいかな。そうでもすごい楽しくて、そうね、まあちょ結構出てる方なのかな私 YouTube、 どうだろう分かんないんですけど、そうでもね結構いろんなメンバー見れて楽しいと思います。ぜひチャンネル登録皆さんしてくれてますか、チャンネル登録、チャンネル登録してね、このいチャンネル、メガネかけると頭良さそうに見える定期よく言われますも、もチャンネル登録もちろんしてます、グッドボタンも押してね、してください。どんな企画見たいですかっていうか、皆さんはなんかいい企画なんだろう。でもね結構そういうのとかもマネージャーさんとかに言ったらいろいろ聞いてくださって、あそれいいねってなったらきっと提案してくださったりもするだろうし、まあ普通に撮影の時に YouTube のスタッフさんにこういう企画やりたいですって言ったらきっともしいい企画だったら考えてくださるだろうから、そういうのをね私たちからもどんどん発信とかしていきたいなと思うけど、ダンスいいね、やりたい、ドッキリやりたい、闇鍋ドッキリやりたいな、でもなんかイコラブ内でさなんかドッキリなんだろう、何だっけ、例えばよくあるのは喧嘩ドッキリとかあるじゃないですか。でもさもうなんだろう、私たちはさそのなんか多分後輩とかだったらどうしようってなるだろうけど、なんかイコラブ内でのドッキリとかだったらさなんかバレちゃいそうなんだよね、バレちゃいそうだし、だからね、なんかそう絶対笑っちゃう私っていうか、今まで3年間そういうなんか喧嘩みたいな
すごい怒鳴るっていうか、なんちゃらじゃんみたいな、はなんちゃらだしみたいなのがないから、だから不自然な気がする。そういう怒り方とか言い争いをしたことが本当にないから、逆になんか違和感で、ドッキリってすぐバレそうなんですよね。なんかそういうのが日常的にあったり、まあちょっとそういうのがあるようなあれだったらまだしも、なんかねバレそう。うん、あ、まあ登山ね、でもあんぐらいだよ、あのレベル、ああいう言い争いもないから絶対泣きながら怒ればいい。でも私演技そんなできないからな、なんか唐突に泣いてくださいってパッと泣ける人じゃないんですよね私。だからな、うん、スターさんもスキーやってた、やってた。伊藤さんの卒業発表ドッキリダメだよ、伊藤さんいなくなっちゃったらダメだよ、ダメだよ。でもなんか本当に伊藤さんってめちゃめちゃ喋りがお上手なんですよ、本当に。なんか本当になるほどなって思うこととかいっぱいあったり、すごいなんかなんだろうな、すぐ言葉がいっぱい出てきて、いろいろねこう教えてくださるんですよ私たちにも。でなんか何も考えずにパッとこういろんなことを答えられるから、本当にすごいなって思ってて、そう、それでなんか伊藤さんになんかどうやったらそんな喋れるんですかみたいな言ったら、もうまああと20年後ぐらいには喋れるよみたいな言われました。そう、やっぱ人生の経験とかいろいろ取ったらやっぱ喋れるようになるから焦んなくていいよみたいな、そう、まあ、40超えたら喋れるよみたいな言われた、このぐらい喋れるって。だから あと20年後には私喋れるってことですねって言っといた。そしたらそうだねって言ってた。そう、あでもやりたい、伊藤さんにサプライズとか指原さんにサプライズとかやりたい。あメンバーに気づかれないように何かのミッションやる、あやりたいやりたいやりたい、めっちゃやりたい。なんかね私ね、あ今日はちょっと喋りうまくいったなっていう時と、今日はダメだったなっていう時があって、やっぱりなんかね波に乗れた時とかはすごいね、あ自分でも今日はちょっといつもより喋れたなって思える時もあるんですけど、なんかその波に乗るのがね難しい。そう、だからなんかラジオとかなんだろう、 YouTube とかもそうだし、いろんな MC とかもそうだし、なんかあ今日結構テンポよく喋れたよねってメンバー同士になる人、あちょっと今日ダメだったねってなる日もあるかな、やっぱり。まあでもいろいろ経験ですよねそれもね、経験。一人トーク、うん、そうだね、なんかショールームで喋ってるから、でもねそれはコメントがあるから一人トークっていうよりかは、どういうトークなんだろう。しかもなんかなんだ、周りにさこう誰もいないわけじゃないですか、で一人で喋るし、でテーマが決まってるってわけじゃないから、これを喋らなきゃとかっていうのが一切ないし、
何もあんまり考えてないし、なんか正解を喋ろうともしてない、本当に思ったことを喋ろうとしてるだけだから、そうなんですよ。で、時間との勝負でもないじゃないですか。なん、あ、ちょっと喋りすぎたらダメだなとかさ、尺を気にしなくていいし、台本もないし、見え方とかも何も気にしなくていいんですよ。本当にここって本当に私のそのままの今思ってることだったり、素直な気持ちだったり、素直な姿を本当にただ配信してるだけだから、なんかリラックスできてるから、多分気持ちとかも、うん、だからずっと喋ってられるんだと思う。めっちゃ素だよ素すぎるぐらい素だもん。ねーねー。でもなんかそういう番組とかでさ、自分がその面白ければ面白かったからいいとかっていう風に判断するんじゃなくて、その番組自体が盛り上がってればそれでいいっていう、盛り上がってたらもうそれは良かったって思っていいんだっていうのを指原さんも言ってらっしゃったし、なるほどなって思ったし、そう、この話をね、私も聞いたことがあるんですけど、本当にすごいなって思った。そう、なんか爪痕残そうとするっていうよりかは、そう、その番組が面白く、よく個性的に良くなってたらいいっていうのをね、聞いてなるほどなって思ったし、ね、難しいけど、でもアイドルの部分でもトークの部分でも本当にそういうね、いろんな面で藤原さんは全部のことを経験されてるから、本当にねすごいです。そう、結果として面白ければいい、そうなんですよ。そう、周りを見て、そう、でもなんかこう計算っていう言葉ってあんまりよく聞こえないかもしれないけど、でもそれってすごい大事なことじゃないですか。そう、だから計算することももちろん大事だから、なんか計算高いっていうのはなんかあんまりこう聞こえ的には良くないかもしれないけど、そう、でもそれはすごい大事なことで、それができるのって逆にめちゃめちゃ天才でめちゃめちゃすごいってことなんだよね。それは周りを見て、自分が弾くところを考えて、自分が出るところを考えてとか、いろんなことをね考えなきゃいけないからね。でもね、イコラブに入ってやっぱり視野とか広がったし、でもまだまだ狭いなって思う部分とかもあるし、そう、でも確実に視野は絶対に広がったなとは思う。当たり前だけどね、それは。いいんじゃないけどね、今日メイク薄い。
チュラルメイクです。シャーショーサ。モカは今いない、ここにはいないです。空気読む大事よね、めっちゃ大事。今日アイラインとか引いてなかったりするからリップもちょっと薄いかもしれない。スピン感ある？今日シャーショーサなの。シャーショーサなんだ。そうなんだ。社員旅行いっぱい見てください。シャー少佐、今知ったわ。シュワルツェネッガーだっけ。シャー少佐、シャー少佐って全然違うこと言ってんだよ私。やばっ、iPhone 機種変しないよ。てか3人知ってたのかな。知ってたから笑ってたのかな、わかんない。正解は今知ったから私わかんないわ。ネッガーシ。わからん。私ってやばいですよね。私ってね、そうなんです、世間知らずというかダメですよね、そういうとこ。そうなんですよ。あ、でもなんかね、私のパパが一個だけ後悔してることがあるんだって。なんか育て方に、私の親が育て方に一個だけ後悔してること、私がこうなってしまって。なんでしょうか。正解は本をあまり読まさなかったことだしです。そう、今日言ってた。そう、なんか本をね読めって全然言わなかったんだって、私に。そう、小さい頃から。だからそう言ってた。そしたらもうちょっと言葉とか漢字とか知ってたのにねって。もっと本読ませればよかったわって。それだけ一個だけ後悔してるわ、育て方に、っつってたよ。そうそう、漫画も読まなくて。そうなので、漫画も一個もってわけじゃないけどほとんど読んでなくて、キラリンレボリューションとか読んでたけど、チャオとかさ。でもそんなにめっちゃ好きって感じでもなかったからさ。そうだよね、今からでも遅くない、間違いない。そう、キラリンレボリューションはめちゃめちゃ見てました、憧れてたから。だからハッピー山の頂上、恋かなピンときたらせい、 N と S みたいだね、あなたの星たちが綺麗、光るシルエット。ゆらゆらゆら揺れる揺れるスカートそよぐか急に。じゃあ皆さんも一緒に本を読みましょう。バラライカバラライカバラライカラタタ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 。メンバーから本勧められることある？
たまに読むよ。けどね、なんか漫画とかメンバーの家とか行った時になんか勧められて読んだことあるんだけど、数ページで終わっちゃうんだよね。なんか途中で携帯触っちゃうの。そしたらもう分かんなくなっちゃう。そうだ、ナナタンから本借りるって言ってたの忘れてたわ。そういえばそうだ、そういつでも貸すってめっちゃナナタン言ってくれてるんだった。そのね、集中力がね、そういうなんか好きなことに対してはあれなんだけどね。だから好きなジャンルの本とかだったら普通に全然見れるの。むしろうん、で次何みたいな、どんどん次に行けるの。多分読み始めてすごい理解とかするとどんどんいけるんだけど、そういう本じゃ、自分の多分自分に刺さる本じゃなければ結構途中でやめちゃったりするか。そうそう、じゃけんね、なんかアイドル関係のやっぱり本とかだったらめちゃめちゃ全然見れちゃう。最後まで読めちゃう。そうだから高見さん あのリーダー論だったり指原さんの逆転力とかは全然もう一日で読めちゃう普通に。だけどっていう、そういう興味深い自分が本だと読めますけどね。そう、極端なんですよね。アンナがタイトル出すとしたら本の、でも語ることないよ何喋るの。タイトル、なんだろう。好きじゃけん。タイトル語ることなんてない。アンナの日記いいね。それにしよう。アンナの日記。多分100部売れたら嬉しいな。売れるかな100冊。100冊売れたら嬉しいな。ぜひ買ってね。アンコロモチコ、あ、分かった。イコールラブ、タイトルはイコールラブ。ここが日記だからな、あんなの。膝治ってない、あざができてるの。めっちゃ大きいあざ。踊ってるとね、あざができちゃうの。めちゃめちゃ。でもいつの間にかできてた。踊ってないのにできてたな。で、踊ったらまたあざが大きくなっちゃう。今日ふわふわしてるんだよね。
そんな寝不足じゃ全然ないのに眠たいの。なんでだろう。大学そう、なんかでも私一番ショールームでこう語れる自信があるんですよ。自分のねこう生きてるなんか MC とかさ、こう文字にするとか、まあいろいろさ書き方はあるじゃないですか。取材で話すとか、でもねそういうのがね、なんかあんまそういう時よりショールームが一番ね自分の思ってることとか伝えたいこととかが出てくるんですよ、言葉で。そうなので、なんか本を作るってなった、例えばねじゃあ本作るってなったらなっても多分ね言えないの、語れないんですよ。だからもうここで言ってた言葉とか印象残った話をファンの皆さんがピックアップしてアンにもう一回アンこんなこと言ってたよって教えてくれたい。そうそうなのよ。だからなんかもう覚えてないよね、私ここで何を語ったのか。この3年間2年間でここでどういうことを語ってきたのかがちょっとあんまり覚えてなくて、だからいやインタビュー形式でもなんかねやっぱこことは違うの、なんかここが一番語れる。でもここって一回語っちゃったらさもう文字に残ってないから記録がないわけよね。なんかすごいファンの方がめっちゃいいこと言うねって言ってくれてたりしてももう覚えてないからさ私。だっけ、なんかもしこれからなんかアンナがそれっぽいこと言ってたら、そうここで言ってることがマジで多分一番本音だからなんかメモっといてほしい。メモっといてほしい。うん、メモしといて。そうあんなね記憶力ないあんまないから、なんかあんが言っていいなって思ったことあればメモって。シェア少佐はシェア少佐かメモらんといて。でもメモってって言ったけど別に本出す予定ないし、出す予定一個もなかった、メモる必要なかったわ。今そういえばメモってとか言ったけどどこにも使わんわ。毎回の配信が名言やと思ってます、絶対それはないで。でもそうやって言ってくれた、そうやって言ってくれて嬉しい。だからその時たまたま見てたよとかっていうね、まあ、ファンの方の中でその私の言葉でなんか救われたとか、もしその一日でねそうやって一人でも思ってくれてる方とか、なるほどなって思ってくれてる方がいればそれでいいかなって思います。シェア少佐シェア少佐シェア少佐。面白語録、語録って読むの？面白語録多分全然埋まらないよ、何も言わないから。名言集ってさそういう名言集じゃないでしょ、そういうなんか東方とかの方でしょ、いいこと言うじゃんの方じゃなくて変なこと言ってんなの方の名言集でしょ。日めくり名言、好きじゃけんしか全部出てこんよ、そう迷う言葉の方の名言。そうでもなんかそうちょっとした私が何気なく言った言葉とかで
なんか救われたって言ってくれるのがすごくやっぱ嬉しいから、そうだからその一瞬一瞬の言葉を受け止めてくれる方がいて嬉しいです。でもすごいファンの方がなんか今ので明日も頑張ろうって思えたとか救われたって言ってくださる時があって、なんかすごいね嬉しいです。本当になんかアンナの考え方が好きって言ってくれたりしてすごい嬉しい。そうやって嬉しいです。ポジアン本当生き様だっけ生き様がかっこいいですよねって、そんなこと言われたことないですよ。嬉しい。ピースピース。しっかりしてるって思う？あのことそうやって見せるのが上手なのかな。絶対ねしっかりはしてないんだよねいひひ、多分リーダーっていうだけでそうもう見えるよね多分。ピースそう多分そのね肩書きだけでしっかりしてるってみんながもう勝手にレッテルなんていうの貼られてるんだよ。アンナはもうなんかしっかりしてるように聞こえちゃうんだよ多分リーダーだからって思って。だから私がそう多分本当にしっかりしてるかって言ったらそうじゃないかもしれないけどそう見やっぱ見られがちなんだろうなっては思う。なんかリーダーだからしっかりして多分っていう肩書きがあるって分かってるからそう聞こえるんかなって思う。イエーイうん、でもみんなしっかりしてると思う本当に。マジでみんなしっかりしてると思う。なんかそういうなんかもうえっていう子がいないからさ、イコラブなんかえっていう子がどういう子なのかわかんないけど、でもなんかそんないないから。てってってってね、アナは超真面目って人じゃないからなんかもうめっちゃ真面目っていう人じゃないんですよ多分。真面目って思われる時もある、言われる、それは言われるけど、そう真面目だけかって言われたらそうじゃない私は多分そう、うん、そう、あでもよく言われる根が真面目って。そう不真面目でもないと思う自分でもそう、うん、破天荒ではない。そうね、うん、ちっちゃい頃から根が真面目って、ね、根が真面目って言葉なんだろうって思うけど、でも確かに自分でもそう思う時はある。そっか、ちょうどいい？本当？じゃあこんな感じでいっか、こんな感じでいっか。やるときはやる女、え、そんなかっこよく言ってくれるの？ありがとう。
ったと。こんな感じかな。みんな素直でいい子、わかる。マジイコラブってほんまに素直やと思う。本当に素直だと思う。マジで。本当にね、イコラブって本当にマジで綺麗。心が本当に本当になんか思うよ。まあ、ここはさ、やっぱここを見に来てくださってる方はさ、コラボを好きな方がきっと多い、ほとんどだと思うから、まあみんな納得してくれるだろうし、もうそう見えちゃうかもしれないけど、本当なの、本当なの。なんかでもこう素直に、なんだろう、ファンの方に応援してほしいとかありがとうとかこう言えないとか、そういう時もあったり、そういうメンバーとか見たりするかもしれないけど、みんな全員心の心底からファンの方のことを思ってるんですよ、マジで。なんか言葉にできなかったり、そういう不器用さがある時とかも正直あるし、私もそういうとこめっちゃ器用っていうわけじゃない、まあ、器用なメンバーももちろんいるけど、そういうのをなんか器用じゃないメンバーもねいると思うんだよ。なんだけど本当にこう言葉とかで伝えないかもしれないけど、本当にねみんなね心の底からね思ってるよ、ファンの方に。一人一人のメンバーが一人一人のファンの方に。だからなんか例えばイベントとかあって、なんかこうここ今日のイベントはこうだったんじゃないかって、ファンの方にとってちょっとこうだったんじゃないかなとか、始まる前とかにも今日なんでこうなんですかとかメンバーでスタッフさんに聞いたりする時もあるし、なんかね、だから、アイドルにとってファンの方を大切にするっていうのはもちろん当たり前なことだけども、本当にその通りだと思います。だから全メンバーみんなみんな感謝してると思います。タラータラータラピースは時間が空いたらピースってやるのにハマってます。やばくない、口の色がない、カハカハカサカサではないけど口の色が今日は薄いです。だからスピンに見られちゃうのかな。ピースの日、なんかちょっと血色悪い子じゃないですか、体調悪い子を見える。めっちゃ元気です、めっちゃ元気です。今日はジルスチュアートのアイシャドウ使ったな。なんか帰ってきてアイシャドウ塗ってて、お母さんにそのアイシャドウ可愛いねどこのって言われたから、
見せてあげたら、あでもちょっとお母さんには色が濃いわって言われて、いやあんなのいいねって言ったのにさ、見たら濃いってどっちやねんっていう、塗ってみたらちゃうでって言って、だけなんかアンがメイクしたいって言ったらいいよって言って、そしたらお父さんが俺もしてって言ってきたから、いいよって言っといた。でもなんかパパにってちっちゃい頃は言われてたんですけど、最近はなんかお母さんの方に似てきた、お父さんからお母さんに似てきたっぽいです。そう、中間ぐらい、わかんない、でもそんなに。でもメンバーにも言われる、パパにって。なんでパパの名前教えるの。性格は半々だから、性格は半々だと思うんだよね、本当に。性格は多分半々ぐらい。うん、でも父さんも根は真面目だけど、結構なんか楽しい人。でもお母さんも、ま、根は真面目だけど、ちょっと多分なんか抜けてると思う、天然だと思う。お祭り好きはどっちもじゃない、どっちも別に。そうだから、多分私のちょっと抜けてるところも多分あるじゃない。そう、多分そういうとこはお母さんで、身が真面目ででも結構楽しいことが好きみたいなのとかはお父さんかなっていう。だからまあ半々、顔も性格も半々って感じですかね。パパの趣味は何だろう、ゴルフ。ゴルフがめっちゃ好きかな。カープとかも好き。今日も見てた。ゴルフめっちゃ好き。車も好きですね。でも車昔の方が好きだった気がする。なんか部屋の中に、なんかね、なんか窓の、ソファーがあってここに窓があるんだけど、ここにちょっとなんか何、ソファーの分だけなんか台になってるとこが、窓で台、物が置けるんだけど、なんかそこにね、ゴルフのなんかね、棒がね、飾ってある。飾ってあるっていうか、なんか置いてあってね、急にね、なんか、そう、クラブ？そう。クラブがね、飾ってあってね、なんか、こうやって、たまに、いじってる。あ、もう一回だけゴルフやったよ。音楽の影響？うん、別にかな。あのゴルフ全然うまくない。そう。なんか一回ゴルフやったんだよ。なんかリサがなんかそのイコラブにそのゴルフ
の中のお仕事をいただいて、それでまあぽいっていうかさ、誰もやったことが正直なくって、そうでなんかまあ興味ある人みたいな、興味ある人みたいな感じになって、でだなんかリサってさ、ちょっとそういうの似合うじゃん、なんかお嬢様みたいな感じだったりさ、そのスタイルだったりでさ、なんか似合いそうじゃん。でそのリサやってみるかって多分なって、でリサが今ゴルフの連載みたいなのをねやってて、それで私も一回ついてたんですよ、そのなんか打ちっぱなしみたいなゴルフの、そうあれをね、その一回なんか何人か5人ぐらいでそのやってみるっていう日があって、私もそれに行ったんですよ。でその時にやったんですよ、全然ねできなかった、飲んのがうまかった、確か一番飲んのがうまかったかな。私はそんなうまくなかった、そんな感じかな、そんな感じ。こんな感じで今日はそろそろショールームを終わりたいと思います。終わります。では終わります。ランキングを読みます。13位がジッスン、12位が中ちょさん、11位がユーシスさん、10位が高市さん、9位が MKT さん、8位がさくらさん、7位がとも、6位が精進さん、5位が人生じいちゃん、4位がゆかりん、3位がレグルさん、2位がたこちゃん、1位がさしなゆいさんです。ありがとうございます。待って、ランダムできない、え、あ、動いた。1人目、でれーん、デビゾーさん。2人目、でれーん、トレーサーさん。3人目、でれーん、めっちゃ上の方しか行かないんだけど、チャイモンさんです。ありがとうございました。ではじゃんけんします。せーの、てけんじゃんけん、じゃんけんチョキチョキです。それではおやすみなさい。おやすみとボールベッド箱、バイバーイ。